オーストリア人、フランス人の前でフランスパンを真っ二つ。クソ楽しそう。こういうの大好き。いろんなパターン出てきた。サッカーってこういうところ最高だよな。楽しそう。おる方もそうだけど、おられる方のノリの良さがあって成り立ってるから、そこが偉いと思う。座ってニヤニヤしてるイタリア人のお兄さんがいい味出してる。フランス人もフランスパンは切ってさすがに食べるでしょ。日本だと何おられるんだろうか。おにぎり投げられちゃうのか、米をまかれるのか、刺身ケチャップかけられてフォーク使われてもギリ爆笑して一緒に食う。ドイツ相手の時はソーセージへし折るのかな。